行為の主教が着用する、ロシアスタイルのスクフィアの例。モスクワ総主教アレクシー2世位。真中に、在外ロシア正教会のラウルスフ主教。後ろには十字架飾りのない赤色のスクフィアを着用している司祭が見える。スクフィアとは、正教会において、修道士、修道所、もしくは新品によって着用される帽子。方針例が行われる時以外。 日常で歩く時に着用する。通常は黒色であるが、時には名誉の証として、赤色もしくは紫色のスクフィアが授与されることがある。ロシア系のスタイルでは、縁なしの、てっぺんが尖った形になっている。ギリシャ系のスタイルでは、てっぺんが平らでひだがつけられている。ルーマニア系のスタイルでは、てっぺんが平らで隆起したエッジがつけられている。修道院では、 修道見習いになるか、修道士になった段階のいずれかで与えられる。行為の主教は、宝石が飾られた十字架が、正面につけられた黒色もしくは紫色のスクフィアを着用することがある。修道所は、修道所用のベールの上から、スクフィアを着用することがある。ありがとうございます。